まさかここにマイクがありますのでちょっと喋りながら進めさせていただきます、いや本当に初体験のこんな、コントラストをさせていただいておりのにこんなにたくさんお客さんがおりまして本当にあの胸がドキドキワクワクしております。本当に今日はありがとうございます。1曲目は愛の挨拶という曲で結構有名な曲でございます。ですね、手短にという指令を覚えておりますので、次は人選上のアリアという曲をさせていただきます。人選上というのはバイオリンですとか、この一本の弦だけを使って演奏するという曲なんですが、今日はやりやすいよう、この楽器でもやりやすいようにちょっとアレンジしてやさせていただきます。どうぞお聴きください。真っ白になっておりまして申し訳ございません。次の曲はですね、プログラムに明日ということで聴かせていただいております。実はですね、中越地震で大変有名になられました平原綾香さんの、1枚目のシングルが例のジュピターですね。で2枚目のシングルが今からお届けする明日という歌です。地震つながりということで今回クラシックの曲ではないんですが演奏させていただきます。実際ちょっと、地震です。我々も結構痛い思いをしましたが、我々音楽するものとしてはですね、音楽で、復興の手伝いをしていきたいと、そんな願いを込めて明日もという曲演奏させていただきます。どうぞお聴きください。
ありがとうございました。この後も、いろんな、いい演奏がありますので、お立ち入りください。本当に大変失礼いたしました。ありがとうございました。
学生時代の4年間はクラシックを勉強していましたが、卒業後は音楽のジャンルを変え、全国に店舗を持つライブハウスの京都や新潟などのお店でレギュラーバンドのキーボーディストとして出演していました。柏崎に帰郷後は家業の傍ら、長年離れていたクラシックピアノを再び始め、スプリングコンサートや8月のコンサートに出演し、ソロ以外でも柏崎市吹奏楽団の定期演奏会や2010年の柏崎フィルハーモニーの潮風コンサートに出演、また市民コンサートや2009年の大工演奏会では合唱団として出演しました。本日は2曲演奏いただきます。1曲目に演奏するシューマンのアラベスク作品18、
アラベスクとはアラビア風という意味で、本来はアラビア建築の装飾の模様を指し、もともとは建築や美術の分野で使われていた言葉でした。シューマンはアラベスクという言葉を初めて音楽に使用した作曲家です。そして2曲目に演奏するショパンの子犬のワルツも、もともとは作品64の3つのワルツの1曲目で、曲名はついていませんでした。この他にも有名な作品に曲名がついているものがありますが、すべて後から他人によって付けられたものです。現在子犬のワルツとして親しまれているこの曲は、ショパンの恋人ジョルジュ・サンドが飼っていた犬が自分の尻尾を追いかけてぐるぐる回っている様子を見て作曲したというエピソードから、この名で呼ばれるようになりました。ちなみにこの犬、子供の犬ではなく小型犬のことです。それでは小田剛さんの演奏で、シューマン作曲アラベスク作品18、ショパン作曲子犬のワルツ作品64です。お聴きください。Thank you.
休憩をいただきます。